共同山、剣ヶ峰も見えますね。今日は2022年2月7日月曜日午後2時、紫山のテーブルでおにぎりいただきました。今日はね、片栗の里の方へ行ってみたいと思います。そのまま青木病院の後ろにある裏山にある雷電の神社の方へ回りたいと思ってます。これは天狗の登り口にある岩場ですね。天狗山のすぐ下です。天狗山は誰もいませんね。野山の方も誰もいませんね。行道さんはどうでしょうか。ここまでアップにするとぼやけちゃいますけど、動いてる人見えますね。行道さんの山頂は人がいます。風強い。こうやって遠くの山の上の人を見るのも楽しいんですよね。展望デッキまで来ました。晴れていてとっても澄んだ空気なんですが、東京方面はやっぱりちょっと曇ってますね。雲があるというよりはもやですかね。何でしょう。スカイツリーも一応見えます。こんにちは。お疲れ様です。どうした腹に余計な油が溜まったんじゃない。それが燃えるまで一気に出ますね。雷電の分岐です。この辺はクマ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 出没注意がいっぱい書いてあります。まあぜひここに興味がなければクマさんがいるかもしれないので、この先雷電神社の方への道がない方がいいような気がします。で、ここにバス停の案内があるんですよね。雷電神社で一応1時間ですとは書いてあるんですが、ちっちゃく書いてあるんで、あ、こっちへ行くとバス停なんだって思ってうっかり夕方から入るとしっかり1時間、しかも熊の多い深い森の中を歩くことになるので、この雷電方面間違っても夕方時間のない時に行かないようにしましょう。こっちは危ないです。今午後3時半、私はまあ今から
行って途中まで行って帰ってきますけど、もうこのくらいの時間になったらこっち方面はやめておいた方がいいんじゃないかなと思います。よっと、よいしょ。ここ降りてくるとここテントが張れそうないい場所があるんですよね。ただ葉が茂っちゃうと何も見えないんで、まあいいかどうかで、結構ここトイレ代わりに使われてます。そちらにちっちゃい祠があってね、日光関係の祠らしいんですけど、ここもまあいいとこといえばいいところなんですよね。こっち方面ここで戻った方が、夕方だったら戻った方がいいと思います。この先急ですしね、一旦思いっきり下ってからまたライデンの方へ登って、でテーブルなる山頂があるんですけど、その後また下って登って、もう一度下って登って、やっとライデンの方への下りになります。その下りの、目印がちっちゃい祠ですね。祠が出てきてちっちゃい鳥居が出てきたら、そこからはあと下るだけです。下るだけですが、まっすぐ行っちゃった方がいいのか、途中から右へ階段を降りて雷電神社の方へ行って青木病院の方へ降りた方がいいのか、その辺もよく分かってなかったら行かない方がいいと思います。さあ、じゃあ行きます。よいしょ、よいしょ。ね、折口は階段なんか作ってあって、こっちは整備されてんのかなと思っちゃいますよね。この階段すぐそこで終わるんですけど、その後はもう全然慣れてなかったらやめた方がいい道になります。男体山、女体山見えますね。雷電の分岐を降りて、長い上りを登ってきて、最初の1個目のピークにこのテーブルがあります。ここは山火事で周りはみんな燃えたんですが、このテーブルは焼け残りました。ここからは町が木を通して少し見えます。両貝山はこの真ん中のとんがってるのが両貝山ですね。で、次の遠くのとんがってるのが天狗山、この右側の奥にある高いところが今降りてきた雷電の分岐の場所です。まだ太陽高いんでこのまま進みますが、また分岐から降りたのと同じぐらい降りて、またもう一回同じぐらい登ります。こっちはなかなか疲れる道です。はい、じゃあ行きます。この下りは、まあ、分岐からの下りで階段が終わったところからもそうなんですが、このザラザラの小砂利というか土、乾いた土というか、ここを結構下らなきゃいけなくて、これが滑るんですよね。ちょっと一瞬でもかかとに体重乗っけたらもうズベッといっちゃいますね。これ危ない道です。ずっと下ってます、あの先まで。見えないですけど、この先までずっと下ります。もう少しで、下まで降りますけれど、その手前こうやってロープに手がかり付きでずっと上まで、どんだけ急か危ないかがこのロープで分かりますよね。もうちょい、さあ行きます。はい、危険地帯無事降りてきました。また熊さんのご案内です。ここからは2度目の登り返しになります。また上まで行きます。ここはただピークがあるだけですね。上には何にもないと思いましたけど、さあ行きましょう。分岐から2つ目のピークまで
きました。まあ何もないといえば何もないんですけど、広くていいところですよ。綺麗です。ちょっとこう木の周りが回れる感じになっていて、こっちが市街地ですね。ここにも市街地方向に降りそうな道があるんだけど、これはまあ基本的には本来の道ではないです。でこの岩が3つの祠みたいに見えるんですけど、これはただの天然の岩ですね。はい、というわけでここ、まあ、端っこの方ならテント1人ぐらいなら張れますね。この先今登り返したよりももっと高いところまで登り返さないといけません。じゃあこの北側、日光とか見える方、高速道路が見える方ですね、高速道路が見える側に道があるんで、ここ降りていきます。両貝山分岐ピークを2つ、今3つ目を登ってきました。ここを通り過ぎれば小さい鳥居のある祠はもうすぐそこです。ここにはこの先大変だよというちっちゃい札がかかってます。何年か前に来た時にこの札が紐が腐って落ちてしまっていて、この登山ロープでザイルで、ちょっと作り直してここにつけたんですが、今もそのまま同じザイルがついてるみたいですね。私がいつも携帯しているこのザイルですね。このザイルちょこっと切ってここにつけたんですけど、よかった、まだ元気だ。はい、よかったです。じゃあ行きます。もうちょっとなんで、なぜかここにはちっちゃいケルンがあって、なぜかちっちゃいベンチがあるんですよね。ここからは障害物なしで高速道路、そのまま奥を見れば日光の山々が見えます。こっち側は日光白根も見えるのかな。ここはいい場所ですよ。ただ平らじゃないんで、ここでテント張れるかっていうとちょっと微妙ですけどね。この先はもっとデコボコになっちゃうんでテント無理です。じゃあ行きます。はい、雷天様の奥到着です。大事にされてますね、この祠さんは。じゃあ鳥居がこのすぐそこにあるので、鳥居をくぐってお参りして帰りたいと思います。ちょうど私の目線の高さがここですね。大きさ的には2メートルっていうところでしょうか。とっても素敵な鳥居があって、この鳥居をくぐってお参りしたいと思います。足利百名山38座雷電山山頂の祠です。雷電、下にある雷電神社の奥宮になるんでしょうか、ちょっと分かりません。じゃあ失礼します。ここはかなりこごまないと、かがまないとですかね。おお、背中が当たってますよ。はい、よいしょ。じゃあ拝みます。
この鳥居のすぐ脇に、江川2丁目こっちっていう看板があって、この先ずっと降りていくと途中から右に階段が降りるようになってます。分かりづらいですけど、そこを降りていくと雷電神社に降ります。そこ降りないでまっすぐ行ってしまうとどこ行くんでしょう、江川なのかな、よく分かんないですけど、そっち降りていく道も続いてます。ここ鳥居からまっすぐ先が足利鉱山ですね。みんな大好きカエル神社があるところです。何か関係あるんでしょうかね。高速も見えますね、あっちに。じゃあお参りしたので帰ります。ありがとうございました。さあまた大きなピーク2つ登り返して、3つか、分岐まで3つ登り返して帰りたいと思います。30分じゃつかないかな、私の足だと。まだ太陽はやや余裕があるので、日没まで1時間ぐらいですかね。駐車場まで降りるぐらいには暗くなっちゃうと思いますけど、ここの尾根だけ分岐まで抜けてしまえば、あとはそんなに怖いところないので無事帰れると思います。あのベルがうるさいですね。自分では耳が慣れちゃってるし、年取ってきて高音が気にならないでどうも鳴らしっぱなしにしちゃうんですけど、じゃあ帰ります。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。景色良くなってきてグッドボタンチャンスですよ。一度行ってみたかった。両貝山の山頂ですね。市街地が見えて、田中橋、渡良瀬橋、よく分かんないですね。ここからもギリスカイツリー見えてます。本日のスカイツリー、富士山は見えないか、富士山は見えないかな、今日は。本日の富士山は見えるのは見えません。以上。分岐手前のピークを過ぎて歩きながらの日没です。尾根に日が落ちてしまいます。はい、日没になってしまいました。さあこれを登り返せば分岐です。で尾根をずっと歩いていくと両貝山に戻っていきます。下山中なんですが、山の途中霜柱が凍ってます。ジャキジャキな場所がありますね。あんまり日が当たらない場所なんですよね。日の出とか言ってみたりして、夕日です。